先ほどお話ししました、私はUFO というのは宇宙人が乗ってきているものだとは思っておりません。国会での質問もあくまでも、極超音速ミサイルというですね、他国の最新兵器の恐れがあるのではないかとか、あるいは未知の科学現象ではないか、そういう観点から防衛省とか、官房長官に質問をしてきております。で、文春だとか、あるいは竹本さんの方のお話で、東京スポーツ新聞さんの方でも大きく書いていただいております。で、今日はその私が国会でそういった UFO 問題について取り組んだことの歴史的な意義をですね、お話ししていただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんにちは。UFO 研究家、そしてこの T シャツにあるように宇宙人研究家の竹本亮でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は稀有な体験でですね、政党のミーティング、タウンミーティングでお話しするっていうのは初めてでございます。あともう一つはですね、 AV の話の次にですね、お話しさせていただくっていうのも初めてでございまして、非常に、ということで、もう初体験尽くしで、竹本亮としては非常に不思議な気持ちでおります。AV には非常にお世話になっておりましたので、いろいろとですね、思うところはありますけれども、その話は置いといて UFO の話にしたいと思います。私は大学時代からですね、UFO について関心を持ちまして、実は早稲田大学なんですけど、早稲田の校内にですね、森脇徳夫さんっていう先輩がいましてね、その森脇徳夫さんっていうのはおかっぱ頭で、着流しを着て、それで学生たちにですね、 UFO あるって知ってるかい、宇宙人いるって知ってるかいって言って歩くんですね。で、そういった噂がありまして、それで彼のところに訪ねに行ったんです。それが鶴巻町の木賃アパートで3畳でした。で、そこに来ましたらですね、非常にたくさんのですね、UFO 資料がありました。国連の資料とかですね、 EU ですね、今でいうところ の, あれですね、欧州連合 の, UFO 資料とかですね、もうたくさん、1966年、68年のアメリカのですね、議会の UFO 公聴会の資料もありました。それで、これはですね、とにかく UFO 情報をね、表に公開しなくちゃいけないんじゃないかということで、森脇さんと一緒に動くようになったんですね。森脇さんはその後ですね、改正論の UFO 党っていうのを作って、で、参議院で出たんですけどね、あんまり票が取れないでですね、10万票ぐらいかな、取れないんで、それで失敗しましたけども、でも一つのね、最初の試みとしてね、彼が UFO を政治に持ってきたってことは事実だと思います。それでですね、UFO の歴史を言いますとですね、1947年にですね、ロズウェル事件っていうのが起きました。これはアメリカで、はい、今日この資料1枚表裏の入れさせていただいてますので、はい、ご覧いただければと思います。はい、後ほどご覧になってください。1947年にロズウェル事件っていうのが起きました。これはですね、円盤が落ちたぞっていうことでニュースになったんですけど、その翌日ですね、いやあれは気球だったよ、勘違いですっていうことで、ニュースはそういうニュースになったんですね。アメリカはですね、それ以降ずっとですね、 UFO っていうのは既存の物体、自然現象だったりですね、既存の物体であるっていうことをずっと貫いております。円盤とかですね、宇宙人の円盤とか、そういったことを考えてないんですね。それでアメリカの方はですね、プロジェクトサイングラッチブルーブックっていうですね、計画を立てて UFO の研究を始めました。で、研究の結果ですね、近藤白書っていうのが出たんですけども、その内容によりますとですね、 UFO は存在しない、 UFO は 99% ぐらいですね、既存の自然現象であり、それから航空機である、その見間違いであると。で、もう一つはですね、 UFO は国家安全保障上脅威ではない、それからもう一つはですね、 UFO はもう全くもってですね、宇宙人の乗り物ではないっていうのがずっと結論だったんですね。表ではそういった結論でずっと来てました。
これはあの先ほどの公聴会、66年、68年の公聴会とかですね、いろんなあのブルーブック、それからあのロバートソンパネルっていうね、CIA の、 あの査問委員会もあったんですけど、もうずっとそのままで来たんですね。ところがですね、UFO 研究家とかいろんな人がですね、あの研究していくと、いや、それは嘘だろうと、ロズウェル事件って本当にあったんじゃないか、円盤を回収したんじゃないか、宇宙人が乗ってたんじゃないかっていう話が出てきました。1978年にですね、レナード・ストリングフィールドさんっていう人がですね、そういった研究論文を出しました。第三種の回収って言います。円盤は落ちた、たくさん落ちてると、その中に宇宙人が乗ってるよという話なんですね。それで、もう一つはですね、これはですね、フィリップ・コーソーさんっていうですね、ペンタゴンの将校さんが 本を出しました。 The Day After Roswell、ロズウェル事件以降というあの本なんですね。その内容によりますとですね、結局ロズウェル事件以降、いろんな円盤が落ちたその破片をですね、各科学者に渡してですね、ブラックボックスに入れて渡してですね、で研究させて、今日のアメリカの科学があるんだというあの論調なんですね。でこれはですね、あのフィリップ・コーソーさんってペンタゴン の、 あの情報将校なんでね、この人に言ってることはもう本当間違いないと思うんですね。ところがあの今のアメリカのですね、あの情報はですね、そのフィリップ・コーソーさんの話を全部消してるんですよね。これが面白いんです。あとあの、生きていた宇宙人ジェイ・ロッドっていうのがいるんですけど、この話も全部消されてるんですね。だからまあそういったわけで、表はですね否定、それで、裏はあのどうも陰で何かやってるぞっていうのが、ずっと来てたんですけども、おととしの12月にですね、トランプ大統領がですね、あの署名したことによって、去年、6月の25日なんですけども、144件の UFO 情報が出てきました。これは UAP っていう言葉も使ってます。 UAP っていうのは何かっていうと、アンアイデンティファイドエアリアルフェノムナっていうんですね、空中現象、未確認空中現象のことを UAP っていうんですけどね、 UFO が UAP にちょっと変わってるんですけどね、基本的には同じようなことを言ってます。それによりますとですね、144件中143件が UFO であると、 UAP であるっていうんですね。で1件はですね、あのしぼんだ気球であったということなんですね。ってことはですね、 UFO は存在するってことなんです。で、まあ、去年の発表ではですね、 UFO は存在し、しかも UFO はですね、国家安全保障上脅威である、アンドですね、 UFO は宇宙人の乗り物である可能性を否定しないというあの結論が出て、もう50年前というと、もう全く逆の状況になりました。これがアメリカであります。ところがですね、じゃあ日本はどうなのっていうことなんですけど、日本もですね結構頑張ってまして、あのそのお手元のね資料にも書きましたけど、あの立憲民主党とかですね、民主党の人たちがですね、いろいろあの質問したり してるんですね。ところがですね、答える側がですね、やっぱりあのまあいわゆるちゃんとした答えを出さないんですね。もう UFO を承知しないとかですね、地球外知的生命の宇宙機であることを承知しないとかですね、そういう言葉ばっかり使ってですね、でいわば否定的な感じでずっと来てます。それからあの発表す、あの質問するときにですね、もう失笑とかね、あの、まあ、いわゆるあのそんな質問するのやめろとかですね、あのいわゆるなんていうんですかね、あの周りでこう、邪魔するんですね、妨害的なあの発言が多かったんですね。ずっと来てます。アントニオ猪木さんの時もですね、ちゃんとした質問をしたんですよ。あの未確認飛行物体にスクランブル発進したことありますかっていう、あのちゃんとした質問なんですけど、その時もですね、周りはもう本当にね、そんなバカな質問するんじゃねえとかね、そういうようなことばっかり言われてた。ところがですね、ここに来て浅川先生が登場しましてですね、今年の春、あの僕はびっくりしましたね。またあのいわゆる怒号とかですね、失笑とかそういったもので、あの囲まれちゃうのかなと思ったらですね、全然そうじゃないですね。みんな真剣に答えてる。
で、しかも二之湯あの国家公安委員長からですね、それからあの、鬼木、副大臣かな、あの防衛省のね、副大臣クラスがですね、真面目に答えてるんですね。ただ、残念なことに彼らですね、あとあの、松野官房長官ですね、真面目に答えてるんですけど、ただ彼ら自身があんまりこう詳しくよく知らないみたい で、しかもあのなんていうか関心がね、薄いんですよね。だから僕はね、そのあたりがですね、ちょっと不思議だなと思って、あ、ちょっと悲しいな、まあ、考えてみればですね、小中高と宇宙人が存在するよとか、UFO が存在するよなんて教わったことないわけですよ。したがってね、あの大学行って、それで、まあ、お利口さんがあの大技師になったとしてもですね、やっぱり答えはね、出てこないんですね。だからそのあたりはね、ちょっと悲しいなと思ったんですけども、あの一つだけすごいことがありました。これはですね、浅川議員がですね、先生があの質問した中でですね、エスパー国防長官と河野太郎、防衛省ですね、がですね、UFO の話をされたということなんですよ。で、そのことについて、あの浅川議員が聞かれたんですね、尋ねられたんですよ。その時僕はびっくりしました。ここであの日本の歴史が変わりました。松野官房長官か鬼木さんだったかどちらか忘れましたけど、答えはですね、それはその問題については国家安全保障上重要なんで話すことはできないっていうことを言ったんですね。日本で UFO 問題でですね、初めて国家安全保障上脅威なんて言えないっていうことが出てきたんです。これはですね、あの浅川先生のすごい活躍、まあ、僕の UFO 研究家からするとですね、最大の功績ではないかな、この春 の国会あの質疑はですね、 UFO 質疑はですね、そしてこれからですね、秋の UFO 国会質疑になります。これは僕はもう大いに期待してます。あのなぜならばですね、実はあの去年一昨年東北にあの謎の気球が出てきました。あれ一日中いたんですよ。一日中朝から晩までずっと宮城の上にいましてね、5000メートル上なんです。で、気球っていうのはですね、だいたい1時間で降ろすんですよ。あの観測気球をね、調べるためにね、1時間で降ろす。それから気球っていうのはね、普通はですね、あの風船みたいなもんなんで、下に重りがついてるから、こういう、あの、クエスチョンマークじゃないけど、こういう、下にこう、吊り下がるようなね、あの形になるわけですね。ところがあれはまん丸なんですよ。それが、しかもこの風の強い5000メートル上空のところでですね、ずーっと耐えて1日いるわけですね。で、それに対して、いろいろ聞いてみますと、気象庁も何にも分かってないんですね。これは私たちが打ち上げたもんじゃないとかね。答えがないんですよ。どこの組織もですね。これで、浅川先生が言うんですね。もしあれがですね、北朝鮮とかですね、中国の共産党が打ち上げた、秘密兵器であって、で、それがですね、もしサリンをまいたらどうすんのよって。だから、僕はね、今回、武道館でですね、9月の27日に、国別式でしたっけ、国葬を行われますよね。その時にあの例のやつが出てきてですね、もう真っ直ぐに、ね、飛んできてですね、それでぶつかっちゃったとかですね、小型水爆を持ってたとかですね、サリンをぶんばらまいたとかね、そしたらどうするのかなと思うんですね。それこそ 2.5 億円のね、予算じゃ足りるわけないんですよ。もういわゆる警察のね、あれにしても、その自衛隊の管理にしてもね、それ考えるとね、下手すると1000億円ぐらいかかっちゃうと思うんです。それをキッシーはですね、黙ってやってるんですね。分かってるんですよ。もうやばいなと思ってるんです。これはちょっとかかりすぎるぞって、ね、今までね、エゴイストキッシーはですね、ずっとね、成功してきてましたんでね、これは僕にうまい流れが来たんだと思ってるんですね。だけど、とことんこれでね、大変なことになると思います。まあ、秋の国会、これから浅川先生がですね、質問される、謎の気球についてですね、
僕は本当に期待してまして、これからですね、もう一段階 UFO 宇宙人情報がですね、日本の研究者の中にですね、育まれるっていうかね、育つようなきっかけをね、作っていただけるんじゃないかっていうふうに考えて、僕はUFO の話をこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。竹本さんの説では、はい、宇宙人が UFO に乗ってきているという前提なんですけど、一応私が国会で質問しているときには、ね、はい、宇宙人が乗っているか乗っていないかは分かりません。ただその国防上脅威となり得る物体があるにもかかわらず、今までそれを政府は認識していても認識していなかったことにしている、重大な問題なんです。そして昔 JAL の貨物機の問題っていうのがあったんですけども、アンカレッジの上空で巨大なですね UFO に遭遇して、アメリカで聴取も受けてデータも取られておきながら、それが木星の見間違いだったということに片付けられたんですね。これが何時間にもわたっての遭遇事件が、で私は86年だか7年だったと思うんですけど、1986年の11月です、ね、はい、でその時に朝日新聞の記事を読んで、高校生の時なんですけど、なんで朝日新聞の科学部の記者があれが木星だったということを鵜呑みにして書くのかと、私はその時からも朝日新聞おかしいんじゃないと思ったんです。政治的な話よりも前なんですね。なるほど。で私はもう高校生の時から、別に私も宇宙人が乗ってきているかどうかじゃなくて、政府が情報操作なり情報を隠してるんじゃないかと、でこのまま行くと国防上の問題、有識問題になるんじゃないかというふうにですね、この10年以上思ってたんですね。ところがアメリカトランプ政権で情報公開に踏み切ったと、出てくるわ出てくるわなんですね。で私こうなるんじゃないかなっていうことをもう 2,3 年前から予想していました。おお、すごいすごい。で実際に、はい、友永さん、私なんかの朝のねモーニングセミナーの朝に、もうそろそろこの問題出てくるんじゃないかと思いますって2年ぐらい前にお話しましたよね。確か、はい、確かに。そうなんです。そしたら本当に出てきたんですね。でこれはもう何らかの動きがあるんじゃないかなと。でただ宇宙人が乗ってきてるかどうかは分かりませんよ。ただアメリカのこの研究をしている方たち、あるいはアメリカの議員も、これは地球上の科学では考えられない動きをする映像もあるしということなので、まあ、科学、自然科学現象だとしても新たな発見にもつながると思いますし、もしも未知の、天体からの飛来物であった場合には、これまた歴史が変わるような状況になるなと。ただ少なくとも日本の政府が、防衛省がですね、アメリカの国防長官と会談した内容、UFO の情報交換をしたということを公表しているにもかかわらず、それについて言えない。それからさっきお話のあった気球、謎のその風船について、まあ私防衛省にこういう、これ質問するつもりでということで聞いたらですね、多分答えられませんと。でも、把握してないわけがないんですと。自衛隊にいらっしゃった方が今ここにもお二人いるんですけども、はい、その何だ、防空なんとか圏って何でしたっけ、識別圏に入ってくる前からどこから来てるものかっていうのは分かってるっていうんですね。そうなんですね。NORAD っていうのがありましてね、北アメリカ防空司令部っていうのがありまして、そこのレーダーが全部把握してるんですよ。でそれね、逐一教えてくださってるんですね、はい、にもかかわらず分からないっていうスタンスを取ってること自体おかしいんですね、まあ、そういう観点でこういう質問ができるのも、私が日本維新の会で干されてるからなんですねもしですね、ずっと干されていていくんで、そうはいかない。もこれで日本維新の会で出世階段を上っていこうと思ったら、こんな話はきっとしないと思うんですね。私でもこれについては確信的にですね、やばい話だと思ってますので、やばい話は取り上げなきゃいけないなと思っております。で今日一切触れるつもりなかったんですけども、もっとやばい話がこの秋の臨時国会から議題になってくるカルトの問題ですね。でこの話は今日話し始めてまた3時間くらいかかっちゃうので、次回臨時国会始まってからでもまたやりたいと思いますけれども、まあ、それよりも、まあ、目先今見えててなんだかわからないもので、実は
先日事務所のメンバーで視察に行った帰りの飛行機で久しぶりに UFO を見てしまったんですね。で目撃した3回目ですねこれね。そうなんです。目撃したのは、はい、私と臼井秘書、うん、でちゃんと iPhone で撮りました。で、今日それをここで動画流そうと思ったんですけども、設備の関係もありまして YouTube に限定公開しております。おお。その YouTube の限定公開の QR コードをもう今皆さんのお手元に。あ、すごいね。これですね。これ何分ぐらいですか。1分30秒ぐらいなんですけど、映ってる時間はそんな長くないんですけど、うん、どう考えてもおかしい空中を浮遊している白い光ってる線があって、最初カメラの画角があってんですけど、一番最初と途中と最後だけなんですけれども、音声も少し入ってます。ボリュームを大きくすると私の声と宇津井さんの声が少し入ってるんですけど、一番最初に左の方に線で光ってるものがそうなんですね。で最後のはこの主翼に隠れて消えていっちゃうんですけれども、海上の海にある船も最後の方映ってるんですけども、それよりも上の方で追い抜いていくような感じになっております。でただこれ調べれば、まあ、もしかしたら海上の何か浮遊物かもしれないし、あるいは別の飛行機かもしれないしっていうの分かるかもしれません。だから未確認飛行物体というよりかはこれから確認しなければいけないような物体というのをちょっと見たというような感じですね。はい、素晴らしいですね。面白くなりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、とにかくこの秋ですね、これから展開する、それからやっぱりこうデクラースっていうのはずっと続いておりますし、アメリカの方もですね、NASA もペンタゴンも始めました。表の顔でやることができるようになりましたんで、これからどん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 促進していくと思います。で、浅川先生にね、密かに聞いたのは、まあ、今は UFO ですけど、いずれ宇宙人の公開にもなるんではないかという話もちょっと聞いております。しましたっけ。聞いた聞いた。もう僕はね、ずっと覚えちゃうの、すぐ覚えちゃうんですね。ということでね、未来的にもね、この UFO が今度は地球外知的生命 の、 宇宙機であるっていう形にね、うわーって持ってって、それでそれこそね、奇跡のリンゴの木村さんがね、木村明則さんが、2031年がこの地球の最後なんだよと、最後の日なんだよと、まあ僕は最後の日であるとは思わないですね。つまり意識がですね、変わればこの地球は変わっていくわけなんですね。その臨界点を超えればいいわけでね、それがその直前に迫ってんでね、早く急がなくちゃとは思ってます。ということで秋の国会期待してますよ。ありがとうございます。それで、ちょっと待って、時間まだ、はい、ですね、実は私は宇宙人説は取っていないんですが、ただこの間東京スポーツ新聞さんに書いていただいた時、ちょろっと言ったのは、人工知能の、いわゆるロボットですね、 AI ですか。 AI ですね、はい、AI で操縦された探査機という、まあ、今地球人ももう太陽系外まで行ってる昔のボイジャーとかありますけれども、もっと
知的レベルが進歩して、あのもう少し高速まで行かなくても速いスピードで、恒星間を移動できるような探査機が開発されて、そこに人工知能を積み込んだものが地球に来てる、あるいは来る可能性というのは否定できないかなとは思っております。ただ生身の宇宙人はさすがにですね、何十万年生きるような生物だとしても帰れなくなる可能性高いですから、なかなか考えにくいかなとは思っています。あともう一つですね、今あの竹本さんがお話してたあの2031年とかなんとか点とかっていうの、全く私はそういう説は取れないんですが、はい、実は国会議員の中にも複数人宇宙の星からの電波を受けて更新しているという方がいるんですね。それはあの先生ですか？違います、私は違います。あの他の先生ですね。そうなんですよ、衆議院議員。いや、あのそれはあまり詳しく言っちゃうと、あ、まあ、いけないんですけど、あの本当にですね、私本当ですかって聞いたんですけど、うん、本当だって真顔で言うんですね。だから私はまだその域まで行ってません。多分行かないと思うんです、うん、ただあの中にはですね、そういう方もいます。一切 UFO の質問もしませんけどね、すっごいクソ真面目な感じの方で、そんなことをお話しする人なんですか、先生なんですかっていう方なんですけど、確かになんとかプレデス星だとかバーチャル星だとかなんとか星からの、あの更新をしているというですね、方がいるんですね。あのどこの党とも言いませんけれども。ということで、あの会場からのご質問、はい、多分本当はたくさんあるんじゃないかと思うんですけど、はい、はい、どうぞ。辻さん、まあ、今の講演なかなか聞き応えのあるような講演でありがとうございました。ありがとうございます。ですね、僕も元空自の人間で、まあ、戦闘機とかそっちの方じゃない、まあ、地上の方の人間なんですけれども、はい、割とこう戦時そういう話というか、まあ、そういう話というとちょっとおかしいんですけども、まあなんかレーダーに何か映ったっていう、だからすぐ消えたとかいうふうな、結局その、それがマシンエラーなのか、まあ一応マシンエラーとして処理はされてるんですけれども、うん、まあそういうふうな、なのかっていうふうなところは、やっぱちゃんと精査されていくべきなんじゃないかなっていうところは、やっぱ浅川さんに、そうですね、追求してもらいたいかなっていうふうなところは、はい、あると思っています。ありがとうございます。あとは、まあそう、だそういうふうなところで、まあ、竹本さんの見識がもしかしたら生きるかもしれないというふうなところで、はい、ご活躍をお聞きします。ありがとうございます。あの僕はあの防衛省にですね、あの情報公開法を使ってあの UFO の情報を、ね、聞いたことあるんですね。でそしたらですね、防衛省の方からですね、電話がかかってきまして、で君が聞いてるのは一体何なのよって、で僕はあの UFO の情報があれば出してくださいって言ったんですね。そしたらね、こういうふうに言ってました。スクランブル発進した時に、結局国籍が分かるわけですね。中国の、あの飛行機であるとか、それから台湾であるとかね、韓国であるとか北朝鮮であるとかですね、北朝鮮はあんまりないんですけどね、そういうような答えが出るんですけども、その時にその他っていうのがあるっていうんですね。でその他っていうのは要するにレーダーでかかってスクランブル発進して近づいたんだけども分かんなかったと。君の求めてるのはそれじゃないかいっつってね、実はあの防衛省の方で会議を開いて、わざわざ僕のためにですね、あの会議を開いて答えてくださったんですね。となるとですね、実はあの去年の9月からですね、あの今年にかけて、実はあの皆さんご存じの通り、河野太郎防衛大臣がですね、うまく取り付けたあの UFO 情報の報告の義務と、それから撮影の義務ですね、それがあの9月からの情報はなかったっていう話になってますけど、実はそのスクランブル発進で、その他の分類になってるのは今年いっぱいでもですね、何十個もあるんですよ。ですからそれの詳細を知れば UFO の、 あの日本版ブルーブックができるんだと思うんですけどね、いかがでしょうかね。あの来週宇津井さんよろしくお願いします。防衛省の方確認を、はい、記載してます。実はね、その他が、ね、ポイントなんですよ。これ僕だけが気がついた。なぜかっていうと、僕は情報公開法で2回もやってるからね。で結局竹本がやってることをアメリカのジャーナリストが分かってるわけですよ。でアメリカのジャーナリストはこう言ってるんですよね。竹本は一生懸命やってるけども、日本のビューロクラティックなね、つまり官僚制度に負けてるなと、
いうことを言われちゃってちょっと悲しいな。ただ僕はね、あの恥かかせないようにね、分かるような質問をしたんですね。あの例えば JAL の、 あの宇宙あ母艦、遭遇事件1986年のやつもね聞いたんですね。そしたらあのそれはない、あのこういうふうに言うんですね、そういった UFO 情報の不存在を開示するっていうんですね。不存在を開示するっていう表現をする。それはねおかしいだろうと、もう僕はあるの知ってるんですよ。あのかつてあの菅直人さん がの事務所にねお邪魔した時に、実は菅直人 の、 あの国勢調査機を使ってね、あの日本の政府から100個ぐらいのね、あの100ページ の、 あの UFO 情報を引き出してるんです。ってことはね、各省にたくさんあるんですよ。でそのたくさんあるのをですね、とりあえずゴミ箱みたいなところに置いたんですよ。それは知ってるんです。あのなぜかっていうとですね、英国はそうだったんですね。英国はあまりにもねその資料が多すぎるんで公開したんですよ。そうしたらもうべらぼうな数なんですね。つまりあのロンドンのおばあちゃんがですね、私 UFO を見ましたなんつって絵を描いて送ってくれるんですよね。でそういったものもたくさんあるわけですよ。日本だってそうなんですよ。あの UFO に遭遇したあの宇宙人に拉致されたとかね、そういった話がたくさんにもかかわらず隠蔽してるっていうね、その事実をですね覆すべきだと思います。はい、ありがとうございます。今日会場ここ5時までなんですが、5時に清掃して現状回復してお返して5時に次の方が利用されるということで、もうあと10分しかないことに今気がつきましたので、急遽ここで閉会したいと思うんですけれども、竹本さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。